おはよう。鳥さん、元気か？森さん、行ってこんで。寝ときや。バイバイ。始めた遊びが別れの夜は辛く、一列だけの思い出なんて、毎朝毎朝 baby 起きるたびに暗くなるぜ。毎度いらっしゃいませ。39歳バツイチ独身、人生積んでる何屋の姫ロックです。いつもありがとうございます。さて、普段はめったに来ません。本日は日曜日でございます。まあかれこれガチ実践もようやく18段を迎え、なんとか前回のストック解放花火で、まあプラス約2000枚という状況ですけれども、やっぱりプラス5000枚行きたい。これが目標なんですね。なぜ今日日曜日来たかと言いますとね、ちょっと最近いつものお店が前代系を売り出しているような雰囲気がありまして、まあそんなわけで一応今日、まあないと思いますけどね、ないと思うけど、まあ B 花もしかしてあるんかななんてね。まあこれがね、エンディングもうすごい冷めた顔で実践終了と、言わないように本日も張り切って頑張りますんで、ぜひ最後までよろしくお願いします。行ってきまーす。悪霊退散、悪霊退散、えい。さあ行くぞ。
Bonus!
覚えたんで、やってきます。実践終了ということで、いやーよかったです。まあ最初はね、いきなりまた2万1000円入ったんで、あーこれまたやられるかなっていうね、まあそういう危ない雰囲気醸し出してましたけども、なんとか運よくまあビッグ固まってね引けたんで、まあなんとかプラスになりましたね。ほんとよかったです。もうディスクアップ打つときはね、ビクビクしますからね。もう一体いつになったら当たるんだろうっていう、もう無演出の状態突入しますとね、ほんと静かですからね、キャッキャッとも言いませんからね、ほんとに。まあまあ、でもこれがあるからディスクアップってやっぱ面白いんですよね。ただ間違っちゃいけないのは、やっぱり圧倒的に設定維持ですし、機械割りがフル攻略でも 103% ですから、まあ自分程度のレベルじゃね、もう 100% いったら同じやなと思ってるんで、投資がやっぱり2万円超えるような日は、もうチャラ、あるいはまくることができるんであればね、もう即やめでいいかなと、そういう風に思う今日この頃でした。まあ今日はこんな感じで、普段来ない日曜日に来て、少しでもプラスになれたってことで、気持ちよく帰りたいと思います。というわけで、またお会いしましょう！いつもありがとうございまーす。ガラガラガラ。いらっしゃいませー！社長！どうもどうも！はい！どうぞどうぞ。今日ね、僕いいことあってね、あれやっと思い出したんですよ。ほら社長、あの人ですよ。ほら関西出身っていうか、かあの大阪の YouTuber のあのあれ忘れたな、何先生、何焼きですねー。あのさー、いつもありがとうございます。さよなら、お元気で。よろしくお願いします。ありがとう。